次のナンバーは今度は今日みたいな雨でも、ハワイは雨はとても幸福幸せを迎え入れる、そんなブレスの雨なんですね。そんな中から美しい高濃に吹く雨、それをお届けしましょう。参考の顔は気に入るね。ある人いらっしゃいますか？モキ花の香り嗅いだことあるよってことでいらっしゃいますか？ない、なかなかね、なかなかないね。ないですよね。でも本当にね、スパイシーでカレーに入れると美味しそうな匂い。そんな感じの匂い。でお酒で言うとアブサン、アブサンっていうお酒がモキ花の香りによく似てたかな。そうですか。ご存知の方いるかしら？そんなモキ花を見つけるのは僕たちは香りだけで見つけるんです。もちろん僕も、ここにある、ここにあるっていう場所を知ってますが、僕も誰にも言いません。それがハワイのしきたりなんです。大切なモキ花、それを見つけることすら難しい。それを見つけた時の感動は、それはそれは大変なものですよ。そんな思いを書き綴ったのがこの名は花にモキ花。大輝、大輝とりあえず横に来といてください。メンソレ、ハイサイメンソレ。いや、似てるな。大輝、ちょっと横に今度始まれへん。ちょっと横に持ってください。すごい。
Thank you.
だったら YouTube とか出てくるんですよ。はい、カイロアブラスタジオ中本大輝先生、沖縄であの活躍されているフラノ先生です。ありがとうございました。すごい書いてる。書いてるだから明日もやろうか。明日もやる。大輝先生とこのボーイズがいっぱい来るんじゃない。そうなんですよ。すごいの、本当沖縄中の、ね、男の子にフラを教えてんじゃないかというぐらいすごい、かっこいいんです。フラの県に勤めてくださってまして、イベント出るときに何十人男子が出てくるんだぐらいをね、あのステージをやってくださいます。大輝来年男の子連れてきてよ。もうすごいね、わざわざ大阪まで沖縄から来てくださいました。今日は、ね、沖縄も遠いけど ね、 けどね、今日はね、この中で小笠原行ったことある人いる？父島、母島、行ったことあるでしょ。クルーズとかでもね、小笠原諸島行ったことある？何？船で24時間かかるびっくりするよね。でも今日は小笠原からあそこ2人も来てる。メニさんとマナさん、あそこにマナさんも、いつもコウスケ先生がアンティメリーのお話するのみんな知ってるかな。あの人が僕が寝てる間にここに動作を書いたんですあの人ですよ。小笠原のお母さん、メリーさんが来てくれました。リビングで寝てたらあの人が僕の股間に造作を書いたんです。いやちっちゃい声、耳を塞いでちょうだいよお母さんに聞かないでね、これを聞いちゃう去年かな、一昨年か、去年か、僕たちは小笠原にもう4年、5年、6年ぶりに行きました。そしてその小笠原に行くそのきっかけは、毎日毎日配信を行いました。毎日配信をして、そこにずっと会っていない友達や、もちろんメリーさん、たくさんの友達がコメントをくれました。小笠原で待っているよ、小笠原にもう来ないのか、もうしばらく行ってないし、まあ俺のことなんて忘れてるだろうって、そんな思いで見てたらコメントをたくさんくれました。そしてじゃあみんなで行こう、島に着くとメイリーさんが下から手を振っておかえりって言ってくれるんですよ。そして島中のみんなが僕たちを出迎えてくれました。そんな思いを僕たちはこの歌に綴りました。そこには美しい島ラミアイハナ、そこに住む人はとても素晴らしいんだ、タノホナカマホ、その島は僕たち旅人をたくさん迎え入れてくれる、アイナホゴキマイナマリヒン、そしておかえりという優しい声がする。あの時の思い出を帰りの船の中で書き上げたのがこのレイオーナニアイラナ。持ってる人いますか？持ってる人、この CD。 ありがとうございます。全然持ってへん。いや、どれかわかんないかもしれないよ。タイトル言われてわかんない。去年の CD です。何色のシャツ着てるか。一気にやる気なくなったね。ワイン色のね、CD 着て、あのシャツ着てるやつ。あ、そうか。そうそう、ごめんね、みんなびっくりさせちゃって。怖い、ね、そしてこの僕たちが書いたナンバーで今年のホモラオレアフラコンペティション2024、今年のフラダンスの全国の大会にやってまいりました。そして彼女たちがオーバーを総合優勝しました。今日はメリーさんも来てるし、ちょっとメリーさんとマナさん、ちょっとその辺ちょっと場所開けて座って見てごらん。ちょっと入れてあげて。小笠原から来てるんですよ。はるか1000キロ南に行ったとこですよ。真ん中のところに2席ありますから。どうぞ、はい、座ってください。いつもいつも僕たちを優しく、そして迎え入れてくれる小笠原のお母さん、そして写真家でもあるマナさんはとても素敵なイルカの写真や小笠原の写真を撮っています。そんな美しい美しい島には青い海が残されています。手つかずの海は
原だけの青、ボニブルーと言います。そんな小笠原のナンバーをお届けしましょう。ルイ・オーナにアイランダI'm gonna make you mine.
小笠原があります。青い海、青い空、ぜひ皆さんも一度小笠原に足を運んでみてください。アオジャさんがレイオナにあやらな、マハロ。さあ、僕たちもラストナンバーになろうかと思いますが、次の曲はみんなも知ってるナンバーだと思います。昭和30年代に映画の主題歌としてヒットした曲で、ここに幸あり、知ってる、知ってるでしょ、手挙げて。ああ、たくさん、ありがとうございます。昨日ね、昭和35年っていうかすっておるなんでや、生まれてなくてもね、歌える、歌えるかな。嵐
ください。ありがとうございました。どうぞ皆さん大きな拍手お送りください。